って飛び込んでいくっていう。今ここに、あ、大丈夫です。今本当にこうここに立っててることが、すごく嬉しいです。去年よりも多くのタイトルを、取れるように、そしてそれに貢献できるように、また頑張っていきたいと思います。またこれからも、今度は、川崎の優勝として応援よろしくお願いします。強いってやるね。やばい。毎年ありがたいよ。今年余計すごい。やっぱ最高の気分でしたね、はい、今までにないぐらい周りの人も祝福してくれましたし、とにかく幸せなオフでした。そういう気持ちにね、またなれるように頑張ろうって。チームとしては大丈夫、まあ、リーグ戦の連覇もそうですし、カップ戦も去年悔しい思いもいっぱいしてるんで、やっぱそっちも優勝したいですし、もっとね、自分たちのより良いサッカーっていうのを追求する上では、そういう意味ではチャレンジャーだっていうふうに、もっと面白くて強いチーム、強い集団になれるように質を追求してやっていきたいなと思います。その追求してた先にまた優勝っていうのはあると思うので、